1月28日木曜日、市役所本庁舎で土砂災害時などにおける土砂災害避難施設としての一時使用に関する協定調印式が行われました。この日の調印式は、土砂災害警戒区域内などに所在する指定避難所が台風などの大雨により土砂災害を受ける可能性が高い場合、または土砂災害を受ける恐れがある場合などに、あらかじめ指定した安全な民間などの建物に避難することにより、その地域の方々の生命または身体の安全の確保を図ることを目的に、24時間受け入れ可能な土砂災害避難施設として申し出のあった3社と協定が締結されました。はじめに前橋町が、土砂災害避難施設の指定は三重県内でも初めてのことです、住民の皆さんが安心して暮らせるよう、市内山間部を中心に他の地域においてもご協力いただける施設を順次指定していきたいと思いますと挨拶しました。土砂災害避難施設及び土砂災害避難協力施設の指定推進に係る取り組みとしては、平成27年10月1日の募集開始以降、今回が初めての調印式となり、町や自治会、NHG 株式会社、美杉ゴルフクラブ、天理教、安谷文教会の3社と協定が結ばれました。この協定の調印により、民間施設、私有施設を合わせると、延べ床面積570平方メートル、収容人数570人分の避難スペースが確保されることになります。調印式にあたり、町や自治会会長奥野智和さんは、田家地区の多くが土砂災害警戒区域などに指定され、安全な場所の少ない地区です。今回指定される町や公民館は、安全な場所に建物が建っているので、地元住民をはじめ、多くの人の一時避難施設として役立ててもらえたらと話されていました。終わりなき防災対策の一環として、今後も土砂災害避難施設などのさらなる指定の推進が図られます。